符号。数学における、符号、符号、は、任意の比例実数は正、または負であるという性質に始まる。普通は例自身は符号を持たないが、時には意味をなす文脈もあり、また、の符号はであるとすることが有効な場合もある。実数の符号の場合を敷衍して、数学や物理学などで、符号の変更あるいは、符号反転が、半数を対応づける。 あるいは倍する操作として、実数以外の量に、それが、政府例に分かれると限らないものでさえも用いられる。また、数学的対象が持つ政府の二項対立とよく似た、側面、例えば痴漢の玉規制などに対しても、符号という言葉が用いられる。任意の数は、複数の属性を持つ、例えば、値、符号、大きさなど、実数が正であるとは、その値、 大きさではないが例より大きい時に言い、負であるとは例より小さい時に言う。正、または、負のいずれであるかという属性をその数の符号と呼ぶ。この場合、例それ自身は符号を持つとは考えられない。また、複素数に対してその符号を定義することはできないが、変革は、ある意味で符号の一般化と考えられる。三述その他の分野で用いられる一般的な数の、 記法において、数の符号はその数に、プラスや体を前置することで表される。例えば、は、正の三であり、は、負の三である。数値に符号を前置しない場合は、標準的な解釈としてその数は正である。この記法や、負の数を原法を通じて定義するという理由から、符号は、不符号を持つ負の数と強く結びつけられ、同様に正号は、正の数と結びつけられる。 大数学において符号は、下法逆元を取る操作、しばしば、符号反転と呼ぶを表すものとみなされる。正の数の下法逆元は、負の数であり、負の数の下法逆元は、正の数となる。この文脈においてと書くことは、意味を持つ。任意の比例実数は絶対値を用いて正にすることができる。例えばの絶対値もの絶対値も共にに等しい。 記号で書けばと書ける。数例は、正でも、不でもなく、従って、符号を持たない。算術において及びは共に同じ数を表している。例の下方逆元は例自身である。このような取り決めは単に慣習的なものに過ぎないので、あって文化的に異なる約束が通用する場合もある。例えば、フランスやベルギーでは、は、性でも、不でもあるものと定義し、 例でない性の数及び、例でない負の数はそれぞれ、真に、性、競技に性及び、真に、負、競技に負であるというように区別する。計算機における符号付け数値表現のように、いくつかの文脈では、符号付き例が意味を持ち、性の例と負の例が実際に異なる数を表すということもあり得る。また、微分積分学及び解析学において、片側極限の評価に、 およびが現れることもある。この記法は、関数の引数が正及び、負の値をそれぞれ取りながらへ近づく、異の関数の振る舞いを見るものであ、それらの振る舞いは時に一致しない。大抵の場合は例は、正でも、負でもないという規約が採用されるから、その場合未知の数の符号に関して、以下のような用語法に従うことになる。したがって、比較の数とは、正の数、 または例のことであり、非正の数とは、負の数、または例のことを言う。例えば、実数の絶対値は常に非負であって、それは、必ずしも正である必要はない。同様の用語法は、しばしば実数値、または、正数値の関数に対しても用いられる。例えば、関数が正し、あるいは正値とはその取り得る値がべて正であるときに、いい、同じく非不、あるいは、 反省値とはその取り得る値が全て皮負なる時に言う。多くの文脈では、符号の選択、どちらの範囲を生としどちらの範囲を負とするべきかということは自然に決まるが、一貫性のみが問題で任意に符号を決められる場面というものも存在する。後者の場合であれば、明示的な符号の規約を設ける必要がある。数の符号を展開するために、 符号関数を用いる場合もある。この関数は、フォーミュラ1のように定義するのが普通である。すなわち、がとなるのはが、正の時、がとなるのはが、負の時である。の値が、比例であるならば、この関数は、フォーミュラ2として与えることもできる。ここにはの絶対値である。多くの文脈において、特に向き付けられた角や、回転角を考える場面では、角度、 つまり角の速度に符号が対応づけられていることが一般的である。そのような状況において角度の符号はその角が時計回り、または半時計回りのいずれの方向に開いているかを指し示すものになっている。異なる規約を選ぶことはできるけれども、一般的には半時計回りが正で時計回りが負である。三次元の回転の角に対しても、 そのが向きつけられている前提であれば、符号をつけることができる。具体的には、向きつけられた軸に、右手系周りの回転方向を正とし、左手系回転を負とするのが型である。量が時間とともに変化するときの値の変化量、増分あるいは差分は、典型的には、等式フォーミュラ3で定義される。この規約の下画像化するならば、正の変化量、 検証するならば、負の変化量として感情をする。微分積分学において、同様の規約を微分の定義において用いると、結果として、任意の増大関数は、正の微分係数を持ち、検証関数は、負の微分係数を持つ。解析幾何学及び物理学において、特定の向きに正、または、負のラベル付けをするのが、一般的である。基本的な例としては、 普通右側が正し、左側が負である。結果として、変異、速さなどを議論するとき、右向きが正の向きで、左向きが負の向きで考えるのが普通ということになる。上で、右向きと上向きの方向を正とする。右向きは正の引く方向、上向きは正の引く方向とするのが普通である。変異ベクトルや速度ベクトルをに分けるならば、水平成分が正ならば、 運動は右へ、負ならば、左へ動くし、垂直成分が正ならば、上へ、負ならば、下へ移動する。計算機において、整数値には、符号付きと符号なしがあり、それは、計算機がその数の符号を保持しておくか否かという、用途に依存する。整数変数を非縁値のみに限るならば、一つのビットを符号に占有されずに数値を格納するために利用できることになる。 この方法で整数の算術を計算機の中で行う理由から、符号付き整数変数の符号は一つの独立したビットを占有するというのは普通はなく、代わりに2の歩数や他の符号付け数値表現を用いる。対照的に実数は符号を一つのビットに割り当て、値は不動小数点数として扱われる。不動小数点数では値は三つの独立した要素、仮数。 べき数、符号として保持している。こうして符号ビットが分けて与えられるから、正の例と負の例は、互いに別の数値としてどちらも表すことができる。大半のプログラミング言語では、正の例と負の例は、共に同じ値を持つように扱わるが、にもかかわらずそれらの違いを検知することができるという、意味で異なる対象を提供している。実数の符号に限らず、 数学及び自然科学において関連する様々な符号が用いられる。例えば、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。